はい、今回の本はこちらです。これからの10年団塊ジュニア1400万人がコア市場になるっていう本なんですけれども、実は10年も前の本になるんですけれども、今読んでも全く古くない内容です。でこの中では世代を、15年ごとに分類しておりまして、昭和一桁世代、団塊の世代、新人類世代、団塊ジュニア、団塊ジュニアはこの新生団塊ジュニア、78年前後生まれと、偽物ですね、偽団塊ジュニア世代っていうふうに分けておりまして、この偽の方が71年から74年生まれぐらいっていうふうに分けているんですけれども、そしてその後の新人類ジュニア世代っていうふうに分けておりまして、この新生と偽を合わせたこの団塊ジュニア世代が1400万人いて、この厚い層がこれからの消費を、日本の消費を引っ張っていくというような内容になっております。で、そこに、やっぱりいろいろな世代ごとの特徴がありまして、偽団塊世代はこう割と慎重な人間が多いので、まずはその新生団塊世代、もしくは新人類ジュニア世代の方に、ターゲットを絞って、そこで盛り上がってくると、あとから偽団塊ジュニア世代も、ついてくるんではないかというような戦略がいいようなことを書いております。でこれから必要になってくるといわれるものが、付加価値、そしてコンシェルジュ的なサービスだったりですとか、あとはライフスタイルをケアするようなサービス、そしてやはりこれからデザインが重要になってくると、そのようなことが書いておりましたので、ぜひ今後のマーケティングなどに参考にしてください。ありがとうございます。